はい、ハン君が言ってるぜ、テンマスで。ということで今日はなんとババン、見えましたようにコルグのショールームへお邪魔させていただきたいと思います。それでは、はい、ということで、今回は、コルグさんの、ショールームになんとお邪魔させていただくことに、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、今日はショールームに来させていただいて、しかもこのいろいろなやっぱ楽器、名器が揃っているので、いろいろなお話が聞けたらなというところで、俺マジで胸張って言えるんですけど、楽器弾けないんですよ。楽器弾けない俺が、まあ今までも湘南の風だったり自分の楽曲で、こういう機材を使ってリズムを作ったっていう過去ありながらも、実際演奏したりとかできないんで、ここはもうプロフェッショナルな、こちらにいる、コルグの今泉さんに、ぜひご協力いただきたいということで、よろしくお願いします。本当にすいません、こんなぐるぐる野郎が来ちゃって本当に申し訳ない。本当に自分自身も音楽やらせていただいて、レゲエが好きでジャマイカに行ったりとかして、ミュージシャンの方たちといろいろやらせていただいたりして、勉強していく中で、このキーボード一つでいろんな世界を作り出している現地の人たちにすごく感銘を受けて、自分もやってみたいと思って、はい、帰ったのが、一番最初に買ったのがトライトンの LE で、で何も右も左も分かんない、まさにこういう感じなんですけど、うん、待ってろよって LE で絶対頑張ってるぞっていうやつで、LE みたいなね、はあ、当時求めやすい製品だったんですけど、うん、それでも音質に妥協することもなく作っていたっていうのがあるので、ね、はあ、まあ、そういう面でもいろんな人に受け入れられてるのかなと思うんですけど、オアシスって、はあ、ありましたよね、はい、なんかもう全部できるんじゃないかっていう、すごいですよ、値段もすごかったんですけどさることながら、もう機能も全部いけるんじゃないかみたいなのがあって、うん、それを生で見た時にすげえ感動して、うんうん、当時やっぱり誰もが憧れるような楽器作ってやろうっていうような、そういう気概がおしゃれになって、それで最高のものを作ろうと思ってできたのがオアシス。みんながチームが満足するまで突き詰めて、それを製品化したっていう、はい、そうですね。すげえ、改めてそのオアシスで培った資産との、うん、もう惜しげもなく投入してるものなので、なるほど、そうなんですね。弾いて味が出る音色と、うん、あと鍵盤の経験がそんななくても、うん、入り込める、そういういろんな余裕を持った機種であるので、ちょっとその辺に聞いてみて。ピアノだったら88弦もある、はいはいはい、で抑揚がものすごくピアニシモからポルティシモまであるとか、はいはい、上下っていうの、あーすごい、開けると明るい音で、これ見える、これだよ、これ本物みたいに生の楽器の再現率っていうところがすごく、でこれがもうアルペジエーターみたいに、もともとこう、そうです、もともとアサインされていて、あ、なるほど、それで、あ、本当だ、本当だ、変えますよね、パターン変わった、そうなんですね、すごい、いや、これは楽しみ。二小節のあ、でも、ね、こうやって作っていけるってことですね、はい、そうですね、あ、なるほど、ありがとうございます、はい、で、まあ、ベースなりエレクトリックピアノなり、うんうん、何でも重ねていけばなっていう、そうですね、これですよ、皆さん、俺みたいな人差し指しか使えないの人もあっという間にトラックメイクができる、要は俺たちみたいな素人でもプロの力を貸してくれる、そんなメイキング、いやもうね、本当これからもちょっと本当に素晴らしい、名器を生み出していただけたら、もう一ファンとしてもう本当に嬉しいので、はい、僕もこれからも音楽頑張って、またお会いできるように頑張るので、ぜひぜひ、今日は長々とありがとうございました。ありがとうございました。マジックモーメント TV、半端ねー。はい、なぜスタジオにいるかというと、なんと先日、お邪魔した、コルグのショールームで、今泉さんにいろいろお話を伺ったクロノス、なんと、コルグさんのご好意によりお借りすることができました。ありがとうございます。楽器の経験ないよ俺、ゼロ。
いや、こんな感じ。今、しかも今流れてるかもしれないけど、 BGM 結構明るめだったりとか、そういうやっぱ映像を見やすかったりするっていうのをサポートするような、うん、ことだったりとかっていうことを考えて作った BGM も多いんですけど、今回はせっかくなんで、そういう自分とこのコルグさんの親和性みたいなのが生まれたのも、やっぱそのダンスホールリリムというか、まあそういう、なんだろう、そうだね、現場型の音をよく作らせてもらってるってとこもあって、今回は、まあ、BGM といえどもそういうシチュエーションが来るであろうと想定して挑戦したいと思います。こうやっていろんな音がこう、このキーボードの中にこう、これクラップだとか、これこれドラムで言うとこのキック、これでいいかな、こんな感じです。適当が適当を呼び、適当を生む。次はスネア、いきます。これでいいかな、もうほぼもういつも通りなんですけど、プラモムあるのはパイプス。だから俺が偉そうなこと言うのもなんだけども、機材がすごいっていうか、機材がサポートしてくれるから、フォローしてくれるし、いろんな部分を、だからあのみんな挑戦してったらいいんじゃねえかなってやっぱ思っちゃうな。楽曲の雰囲気を作るというか、できました。なので今書きますよ。こんな感じです。ということで、今後このクロノス、名付けてクロノスリディム、クロノスリディムで、またマジックモーメント TV を、彩っていけたらと思っております。改めて今回コルグさんありがとうございました。というせっかくだしね、オケだし、今後ね、あの BGM で流れとしてもせっかくだから、ちょっとなんか歌とか乗っけ、歌乗せてきます。考えます。え、今から撮るんですか。よし、撮ります。はい、サウンドチェック。はい、いいです。始まりはトライトンネル、生み出したリディムが俺のステージ。今夜はクロノスでビートメイキング、見せるマジックモーメント TV。 マジで本当に本当に半端ねえ、マジックモーメント TV 半端ねえ。TV.